日本テレビ初登場。富士の披露に視聴者魅了。ナンバー、I が日本テレビの舞台で何を見せる ?3 月6日、初めてその音楽を耳にした瞬間、鳥肌が立ちました。心が震え、魂が揺さぶられる感覚でした。あの時、私は音楽の力を改めて感じました。その迫力、その感動、テレビ画面では決して表現しきれないものでした。だからこそ、 その曲はライブでしか味わえない特別なものであってほしいと心から願いました。富士の音楽番組への出演が発表された日、私は興奮しました。これはただの出演ではありません。それはあの壮大なエネルギーと共に登場することを意味しています。富士というグループの魅力は、ただ聴くだけで鳥肌が立つようなエモーションを伝えることにあります。そのパフォーマンスをテレビで見ることができるかと思うと、どこかもったいない気がします。 新番組のスペシャルエピソードでは彼らが少なくとも2曲を披露してくれることが期待されています。この時点でファンたちは胸が高鳴ります。日テレが民放一番に出演させることになるとは以前にも増していないでした。TBS には負けたくないと思っていたかもしれませんが、日テレがこのチャンスをつかんだことは喜ばしいことです。ナンバーアイの出演情報が発表され、ファンたちは興奮しました。 3月30日の夜、日本テレビの新音楽番組、w ズミュージックでの出演が発表されました。これは大きな出来事です。この番組に出演するということは、彼らのキャリアにとって重要な一歩です。以前にも NHK の音楽番組、メニュー101に出演したことがありますが、この新番組への出演はさらに注目されています。富士のパフォーマンスは常に高く評価されています。 特に彼らの前編ラップのヒットホップナンバーは多くの視聴者を魅了してきました。彼らのデビュー以来、彼らの疲労が注目されていますが、彼らのエネルギーはまだ衰えていません。この番組への出演は、彼らのファンにとって待ち望んだものです。テレビ番組への復帰は、彼らにとって大きな一歩です。特に音楽番組での出演は、彼らの本来の才能を示すものです。 彼らがバラエティ番組ではなく音楽番組で復帰することは彼らの音楽への真摯な姿勢を示しています。しかし、新番組でのパフォーマンスについてはいくつかの疑問があります。どの曲を披露するのか、その選択はどうなるのか、ファンたちは気になっています。また、彼らのパフォーマンスが視聴者の心をつかむためには、どのようなアプローチが最適なのかも興味深いところです。最近のチャート情報によると、 富士の人気はますます高まっています。彼らの曲がチャートのトップに立ったことは彼らの音楽の質の高さを示しています。彼らの音楽はただ聴くだけで何度も繰り返し楽しめるものです。この番組での富士のパフォーマンスには期待が高まっています。彼らの独特なスタイルとエネルギーは視聴者を魅了することでしょう。彼らの音楽はただ聴くだけでなく見て楽しむ価値があります。 この番組での彼らのパフォーマンスを心待ちにしています。いかがでしょうか富士の音楽番組への出演はあなたにとってどのような意味がありますか彼らのパフォーマンスにはどの曲が含まれると思いますかそして彼らの音楽はあなたにどのような影響を与えていますかぜひあなたの考えを共有してください。